ライアン・マドソン、ライアン・マイケル・マドソン、リャン、マイケル・マドセン、1980年8月28日隊は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ロングビーチ出身のプロ野球選手、投手。右投げ左だ。現在は、フリーエージェント、FA の MLB ドラフト9巡目、全体254位で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、 6月10日に契約、参加のアパラチアンリーグのルーキー級で、プロデビュー、12試合、先発10試合に登板して3勝3敗、防御率4.83、52奪三振を記録した。は、A-9 でプレーし、15試合に先発登板して5勝5敗、防御率4.72、75奪三振を記録した。は、A 級でプレーし、 21試合に先発登板して14勝5敗、防御率2.59、123奪三振を記録した。は、A プラス級でプレーし、22試合に先発登板して9勝9敗、防御率3.90、101奪三振を記録した。は、AA 級レディングフィリーズでプレーし、26試合に先発登板して16勝4敗、防御率3.20、 132奪三振を記録した。オフの11月20日に、フィリーズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。3月6日にマイナーへ移動した。開幕後は、A 級クリアウォーターとトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レッド・バロンズでプレー。トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでは26試合に、先発登板して12勝8敗、防御率3.50。 147奪三振を記録した。9月2日にメジャーへ昇格。昇格後は登板機会がなかなか回ってこなかったが、9月27日のアトランタブレイブス戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの6回表から登板し、2回を無安打無失点に抑えた。この年はこの1試合の登板にとどまった。は、開幕からメジャー入りを果たし、19試合連続で 防御率0.00という素晴らしいピッチングを見せた。7月24日に右手薬指の骨折で故障者リスト入りしてしまったが、2.34という防御率を記録した。はチーム最多の78試合リーグ4位体に登板したが、防御率は4.14に終わり、期待されていたほどのピッチングはできなかった。は開幕から先発ローテーションに加わったが、 7月25日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャー記録となる1イニング4つの冒頭。この時マドソンのボールを受けていたマイクリーバサルのキャッチングにも問題はあったがを記録するなど制裁を書き、8月からはリリーフに戻って投げた。はリリーフ戦業で38試合に登板した。その後はフィリーズの中継エースとして安定した成績を残す。 は76試合、リーグ9位体に登板した。1月19日に、フィリーズと総額千2 0 0万ドルの3年契約を結んだ。チーム最多の79試合、リーグ4位体に登板した。は、クローザーとして32セーブを記録。オフの10月30日に、FA となった。1月10日に、シンシナティレッズと600万ドルの1年、契約。 2013年1100万ドルのオプション付きを結んだ。3月26日に右肘の故障で60日間の故障者リスト入りし、4月11日にトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休した。オフの10月31日にレッツがオプションを破棄したため、FA となった。2012年11月28日にロサンゼルス・エンゼルスと1年契約を結んだ。 3月30日に前年の手術の影響で15日間の故障者リスト入りし A プラス級で1試合に登板しセーブを挙げたが6月25日に60日間の故障者リストへ移動シーズン中での復帰は難しいことからジェリーリポート GM が解雇を決断し8月5日に放出されたオフの10月29日に それまで代理人を務めてきたスコット・ボラスを解雇した。は、フルスのフィリーズやワシントン・ナショナルズなど数球団が獲得に興味を持っていたが、すべて見送られ、どの球団にも所属しないままシーズンを終えた。1月4日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。4月5日に25人枠入りし、開幕をメジャーで迎えることとなった。 4月6日のシカゴホワイトソックスとので開幕戦で4年ぶりにメジャーで登板した。この年は長期間のブランクを感じさせない調子を維持し68試合に登板して通算500試合登板を達成。防御率2.13という数値は新人で1試合しか登板しなかった2003年を除けば自己最高の数値でホイップも 初めての0点台となる0.96を記録した。同年11月2日に FA となった。2015年12月11日にオークランドアスレチックスと3年2200万ドルの契約を結んだ。迎えたはクローザーを任され、63試合に登板。甲不調の波が大きく7敗を喫し防御率は3.62であったが、 自身5年ぶりとなる30セーブを挙げる活躍を見せた。は、サンティアゴ・カシーヤの加入に伴って、セットアッパーを務めることとなり、7月までに40試合に、登板していた。7月16日にブレークトレイネン、シェルドン・ノイジー、ヘッスル・サルドとのトレードで、ショーン・ドゥー・リトルと共に、ナショナルズへ移籍した。移籍後は20試合に登板し、3勝1セーブ。 防御率1.37を記録した。2チーム合計では3年連続60試合登板をクリアし5勝4敗にセーブ、防御率1.83ホイップ0.80と前年から大幅に投球内容を改善させた。8月31日にアンドリュー・イスラートのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。10月29日に FA となった。 身長 198cm の長身から投げ下ろされるほぼ真上からの極端なオーバーハンドで平均急速時速 152km のフォーシーム平均時速 149km のツーシーム平均時速 145km のカッターに平均時速 143km のスライダーと最大の武器である平均時速 134km のチェンジアップを持ち玉とする 投球全体の約30から40%が、フォーシーム約30%程度をチェンジアップで占められている。特にチェンジアップの精度は高く、空振り率は25から30%超を記録しており、被打率も圧倒的に低い。フィリーズ時代の監督だったチャーリー・マニエルは、タフな状況でも躊躇なく、使える球を持っていると高く評価している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。